岐阜市内で定期運行している自動運転バス、岐阜ハートバスです。そしてこんにちは。岐阜市は2014年以降、子どもたちに公共交通の大切さを学んでもらおうとバスに関する授業を行っています。子どもたち、バス自体には興味津々ですが、実際に乗ったことがあるかを尋ねてみると、1度ぐらい、6ヶ月1回ぐらい。国土交通省が行ったアンケート調査によりますと、岐阜市内やその周辺の移動で使われた交通手段の利用率はおよそ 70% が自動車、一方バスは 2.6% です。バスの利用者数は年間1500万人程度はいるといいますが、岐阜市によると、特に子どもの間でバスに乗る機会が少ない傾向にあるようです。遠足の、その貸し切りバスに乗ったことあるんですが、路線バスっていうのは初めて乗ったって子が本当大多数で、ピッとやることだけでもすごく珍しいっていう。車が便利っていうのはもうそれは事実なんですが、今後運転できなくなるっていう方がどんどん増えていく時代になりますので、そういう時には市民皆さんの足を守るということで、公共交通を重要視していかないといけないという時代になってくるんじゃないかと思っています。この状況に危機感を持ったのが岐阜市です。バスに関する授業を積極的に実施しています。今日参加したのは岐阜小学校の2年生48人です。子どもたちの興味を引こうと、授業には去年11月から市内を走る自動運転バスが使われました。乗り心地が良くて良かったです。これからもあのバス乗ってみたい。未来を担う子どもたちなんで、その未来の自動運転バスっていうのをもう知ってもらいながらも、公共交通っていうことの重要性も、分かってくれたらなというふうに思っています。